先日、ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マドネスの衝撃的な新しい予告編が公開されましたが、早速ですが、解説、考察していきたいと思いますので、ぜひよろしくお付き合いください。今回は特別版ですので、顔出しはありません。よかったですね、皆さん。<laughs> Here we go!Every night, I dream the same dream. 初っっからいちゃいますねまずはこれは我々が見ている MCU のサンクタンではない。我々のサンクタンより一段と高くなっていて、細くなっている上、入り口にアーチがあり、この後見るドアも全然違う。えー、この顔はこの世界線のストレンジだろうかね。えー、それに、h a トイフや他のシーンでも見る黒いインクのようなものへと溶けている。要するに、この現実が破壊されているということです。もっと怖いことに、あちこち頭蓋骨が、えー、見かけるんですね。山になっているところもある。そして 背景にある大きな目のようなものも不気味。ストレンジの冬のマウントには前になかったパッチワークが入ってるんですが、おそらくインフィニティウォーでサノスに破られての傷跡。全体的に原爆された感じがあるね。言うまでもなくこれは前回の予告編で見たダーク・ストレンジが宿っているサンクタンと同じ階段。メン まずここでアメリカ・チャベスが束縛されているんですが、場所はこの後また出てくる神殿のような場所。それについてまた後ほど話しますが、後ろに開くのがアメリカ・チャベスが能力として持っているマルチバースポータル。彼女を縛っているツタのようなものがこの後映る怪物の正体の伏線かもしれない。このコミックのコマにあるツタを見てください。これを施しているのは見た目は違うんですが、先日リリースされたフィギュアで登場が確認しているキャラクター、デスペアかもしれない。え彼女を怖がらせるために、 この恐ろしい幻覚を見せてるる可能性があると、えー、そして、ここでディフェンダー・ストレンジがアメリカ・チャベスが開いたポータルに落ち込んでいくんですが、えー、顔を見ると結構ひどく怪我しているようです。えー、この次のショットを見ると、彼がモンスターから救ったようですので、もしかしてその後、モンスターと戦って怪我をして逃げるために開いたポータルかもしれない。そして、えー、悪夢から目を覚ます、スティーブン。しかし、よく見てみると、手に特徴の傷跡がないので、もしかして変異体のストレンジの可能性があると思います。 ここで毎晩同じ夢を見て目を覚ますと悪夢が始まるって言ってるんですがセリフと映像がリンクしていないと思われます。I did what I had to do. 言うまでもなくこれがダークストレンジのサンクタム。左側に同じハープがあるから。えー、ワンダビジョンのラストでワンダがマルチバースを探していたように彼もダークホールドを使っておそらく特定のユニバースを探しています。この後また話しますがサンクタムの窓をご注目ください。そしてその特定のユニバースをどうやら見つけたようです。隣にいるのがアメリカチャベスだと思うんですがダークストレンジの可能性もある。そしてダークホールドをバンと閉めるんですが上の窓が直っている。左側のハープもなくなっていて右側にソファ があるのでこれはおそらく別のサンクタムです、えー。何の意味するかは分かりませんがもしかしてダークホールドをポータルとして使っているかもしれない。そしてこのやるべきことをしたというやるべきことは何だろうアベンジャーズ・エンドゲームのタイムトラベルのことかスパイダーマンの、えー、ノーウェイ・ホームの呪文のことだと思えないのでエンドゲームかもしくは別のことをやらかしてしまったということですね。 1一つの説にこのユニバース間のドアが開いた何がやってくるかがわからないのセリフが大きな鍵かもしれないんですがビデオの最後に話しますよく見てみるとウォンはここでは顔に傷を負っていますが次のフレームではついてないのでこのセリフを言っているのが戦いの後かそれとも別のユニバースのウォンの可能性もあると思います衣装をよく見てみると多少違うように見えますのでね 無数のユニバースにウォンがいるならマドーンソークがその一人だろうな。重要ではないんですが気になるクリスティンの婚約者はこの人なのではないでしょうか。お幸せにと言いたいところですが残念ながら式中にガルガントスが参列してしまったえ。もしかしてこれがスティーブンとアメリカチャーベスの出会いのシーンかもしれないです。よく見てみると逃げていく人のど真ん中にアメリカがいる。 日本語では私が聞いたのはと言っていますが英語ではビジョンが言うにはと言っていますそしてスティーブンの服装に注目してください後ほどまた話します まず、やっとリントラの姿がはっきり見えましたね。かわいい。しかし彼がいるということはおそらく今までのではなく別のユニバースのカメルタージです。単純に他の惑星からの文化性はカメルタージではまだ受けられてないはずだからです。あくまでも憶測ですがね。そしてこのシーンでやってくる脅威はロキに登場したアリオスだと思っていましたが、どうやらワンダです。 もう一つ放映されたテレビスポットのこの写真を見ると空に浮かんでいる謎の人物がいるんですが輪郭を見るとワンダだと思われますそして次のショットも門下生が持っている槍を向けられているんですがどうやら着陸ができましたそしておそらく彼女はその後全員やっつけたんですなぜ、えー、かというと他の予告編に映っているこのシーンがあるからです爆発が起きたカメルタージュのコードヤードの模様と同じところで迷走しているそして何度も言われていることですが指先が黒くなっていること はダーークホールドに操らられてるからしかし、なぜ、えー、彼女はカメルタージを攻撃するのかいろんな理由は考えられますが、一つはスパイダーマン・ノー・ウェイ・ホームでストレンジが言ってたように、サンタムはコスミックエネルギーが交差する場所に建てられたからだっていう。えー、おそらくそうすると、他のサンタムもそうでカメルタージがそれが最も強いエネルギーが、えー、交差されてるから攻撃したのではないかと思います。 アイオブアガモトはタイムストーンが宿っていなくても作動することに注目。もともと持っている能力があるからですね。そしてどうやら変異体クリスティーンの研究所から謎の場所に移動するんですが、危険だからか、他の人にバレたくないからは分からないんですが、頑丈なドアに封鎖されています。ドアの向こうにあるのは、えー、予告編の最初にアメリカがいじめられていたあの神殿。えー、戻ってきたのか、それともこのシーンの続きが、えー、そのシーンなのか、えー。ここはどこの疑問があると思いますが、もしかして

マスターモルド。これはどう見ても変異体のモルドです。そして私が思うにはこの後映るイルミナティの一人だと思います。そしてこの手錠を見ると魔法のルーンに基づいた技術に見えます。まあそうが言うように魔法と科学が等しい場所から来るということは、えー、このユニバースはかなり発展している文明を持っているということ。 We should tell him the truth. すでに言われているように、ここでウルトロンボットが登場するんですが、これはトニー・スタークの存在をほのめかす。えー、このリアリティでは計画がうまくいったようですね。そしてウルミナーティではないかと言われているこのグループ。椅子は6つあるので信憑性がだいぶ高くなります。一人は先ほど言ったようにモルドーで、この後話すように、ウルミナーティで通常いるストレンジの代わりに入っているかも。今映っている二人のうちの一人は私にはファンタスティック4のリード・リチャーズに見えます。もう一人はドゥームではないかって言っている人もいるんですが、どうでしょうかね。 ななんとなくネーモアな気がしますそして私含めて多分見た人全員が飛び上がったプロフェッサー X の登場メンツが変わったことはありますが通常のイルミナティのラインナップはこの通りですドクター・ストレンジリード・リチャーズネイモアプロフェッサー X トニー・スタークそしてブラック・ボルトしかも噂さされているワールド・ウォー・ハルクのストーリーを引き起こしたのがイルミナティですので少しは将来が見えてきました What if のようにリリリリアアテティィからリアリティへとクラッシュしていく最初に通るのが恐竜が戦ってる世界 X-Men コミックスにサベージランドっていうまだ恐竜が存在する場所はありましたが別のタイムラインとか次元ではなかったまあそれでも可能性はあるかもしれないですもしくは単純にこのユニバースではまだ恐竜時代になってるだけかもしれないそして次本当に一瞬だけですがアニメーションのユニバースに落とされます、えー、もしかしてここでキャプテンカーターが登場して実写版になるのではないでしょうか最後はブロック型に分解され これはワンダがミュータント全員を消したコミックシリーズ「ハウス・オブ、M ・エム」そして「ワンダ・ビジョン」のこのシーンに連想します。 ここでもう一つ大きな話題になっている謎の人物登場。スーペリアアイアンマンとかノーバーと言ってる人もいますが、体型を見ると明らかに女性です。インサイダーによると、マリア・ランボー版のキャプテン・マーベルが出演するし、イルミナーティのメンバーにもなっていると言っています。えー、このシーンはイルミナーティの場所を攻撃するシーンですので、えー、反撃しているキャプテン・マーベルだと思われます。断言はできませんが。You break the rules.Look out! 重要じゃないんですが、ドクター・ストレンジ1に脇役で登場したハミアがまたここで出ます。そしてガルガントス。先日ツイッターで投稿しましたが、おそらく能力や役割はコミックでドクター・ストレンジの宿敵になっているシューマ・ゴラスですが、著作権の問題で別のキャラクターの名前、ガルガントスを使っている。インサイドの話によると、こちらはメインヴィランではなく、なんとワンダがアメリカ・チャベスを回収するために送り込む怪物。 威厳を放っている銅像。 冬のマントはコミックに忠実していて、襟が高くなっている上、ひげがない。周りを見るととても理想郷っぽい環境になっているので、これはベストなドクター・ストレンジのユニバースでしょうか。本人にとっていい後押しなんでしょうね。そして先ほどスティーブンの洋服に注目してくださいと言ったと思うんですが、スティーブンの格好はそのまま。ワンナがスカレット・ウィッチの格好になり、周りがすべて赤に染まって、木の枝なども死んでいるように見え、かなり高涼な風景です。おそらくですがスティーブンを 騙して引き寄せるためでした。 よく見てみると、この舞台はワンダービージョンで暮らしていたウェストビューの自宅です。背景にビリーとトミーのおもちゃもあります。そしてここはワンダービージョンのこのシーンに連想しますが、何か意味があるんでしょうかおそらくこの二人は別々のユニバースのスカレットウィッチで、T シャツの方はアストラル隊で、こちらの現実のワンダの体に入ろうとしているのではないかと。やばいね。アガサル言うことは聞けばよかったかもね。 ガルガントスとここで戦っているのはウォン。相変わらずすごい。そしてワンダですが、おそらく血が流れている形が、彼女の性格がダークホルドの仕様によって分裂されていることを象徴していると思います。シャツにある汚れは2つ考えられます。破壊されている現実のあのインクのようなもの、もしくは青色、クリーのキャプテン・マーベルの地かも怖いな。 えー、ここでですね目はクローズアップされるんですが映るのはおそらくテレビスポットにあったこのシーンです。アメリカがクリスティーンの施設に収容されている風景そして一コマ巻き戻してみるとウルトロンボットがいるのでイルミナーティの施設だと思われます。ストレート ここで考察ついていけないかも。<laughs> ハリー・ポッターに出るデスイータのようなこの生き物は何でしょうか何であろうが最後のシーンでドクターが取りつかれているように見えますねえ。テレビスポットではここで追加にゾンビ・ストレンジとゾンビ・スカレット・ウィッチも映ります。もしかしてこれがマーベル・ゾンビの原点 とは言いたいのですが、確かに、えー、あれでは、えー、幽霊とかではなくウイルスだったことが判明されているのでちょっと違うかもですね。もしかしてそのマーベルゾンビではなくて別のゾンビかもしれない。まあ何であろうが実写で見るのがすごい楽しみです。 最後に一つの考察ですえ。先日改めて公開された公式あらすじでは、ドクターストレインジと共に未知の領域に足を踏み入れる。不思議な力を持つ昔からの仲間と新しい仲間の助けを借りつつ、新たな謎の敵に立ち向かうために、奇妙で危険なマルチバースというパラレルワールドを進んでいく。今回、スカルトウィッチが少し暗黒の方に進んでいくでしょうが、新たな謎の敵とは違う気がします。最終的にもしかして、もしかしてラスボスになるのは、 チソンという神ですコミックではチソンとははるか昔にダークホールドを作った悪の神でダークホールドを執筆した場所ダークホルドから名前を取っているちなみにその場所はワンダービジョンの最後にワンダーがキャビンを持っていてコミックでもスカレットウィッチと深い関係のある山ウンダゴアにあるワンダービジョンでは実際にその山かどうかは確認できていませんが考察によればそうです 地球から去った子孫はいつでも地球に自分の次元から戻れるようなポータルとして残したそうです。えもっと言うと今年のハロウィンに公開、えー、する予定になっているウェアウルフ・バイ・ナイトのウェアウルフが作った、えー、本がこのダークホルドでもある。え情報サイトコスミック・サーカスによると今作に、えー、よくドクター・ストレンジの話に出てくるヴィシャンティの本が初登場するとのこと。 コミックではビシャンティの本とダークホルドは真の善と死の悪という反対的な存在です。 最近、ムーンナイトの昆虫やドルマム、エターナルズのセレスティアルなど、えー、マーベルの神々が登場する中、ここでこのような神的なキャラクターが登場してもおかしくない。まあ考察に過ぎませんが、何がどうなるかを見るのがすっごい楽しみです。日本ではスパイダーマンノーウェイホームと違って世界より早めに見れることがすごい嬉しいことですよね。5月8日、待ち遠しい。それでは以上となります。次回まで、Stay safe and stay super.